フランスでパウラ・フォン・シェインボルンは、オーストリア・ハンガリーのカトリック教会の高位聖職者。ブドバイス司教、プラハ大司教、スーキ教。好位聖職者を多く出したシェインボルン家の一員である、エルバイン・フォン・シェインボルン伯爵と、その妻の伯爵令嬢、クリスティーナ・フォン・ブリュールの間の末息子として生まれた。プラハ、インスブルック、ローマで法学と神学を学び、1875年に、 グレゴリアン大学で進学博士号を取得した。1872年に下級生職者の職を得た後、1873年8月7日に副助祭、8月12助祭、そして8月18日に司祭に除外された。1875年よりプラーンバイ・マリー・エンバートで小聖堂付き司祭を務めた。1879年に プラハの神学校の副校長となり、1882年に校長に昇進した。1883年8月22日、オーストリア皇帝政府により、ブドバイス司教後継者に指名された。同年9月29日の教校長の追認を経て、11月18日に、プラハ大司教フリードリヒツーシュバルツェンベルクによって、司教除回を受け、11月25日に正式に、 ブドバイス司教に就任した。1885年に、シュバルゼンベルクが死去するとその後継者に指名され、同年7月27日に、教皇の認可を得て、プラハ大司教に着任。1889年5月24日、教皇レオ13世によりサンジョバンニエ・パオロ教会を、名義制度とする司祭数期教に任命された。 ハンガリーの聖衣シュトバーン勲章第十字章を受けている。死後、意外は聖ビート大聖堂に葬られた。ウィーン大司教、クリストフ・シェインボルンは兄のヤシャゴにあたる。VGL、VGL。ありがとうございます。